大村良介大村良介は日本の企業家、埼玉県朝霞市出身、株式会社 RO ジャパン代表取締役、東京都と福岡県を中心に活動している。2008年に独立企業し、ベンチャーから上場企業まで幅広い業種、職種の人材育成に携わる。主要事業は人材育成、研修事業、組織改革コンサルティング、 営業コンサルティングの3つ。2016年には、東証一部上場企業の子会社立ち上げ、2018年に RPO 部門の事業家に参画し、現在に至る。2019年12月28日に AI 新時代を生き抜く、コミュニケーション術を出版。1980年2月29日、埼玉県朝霞市に生まれる。 1992年、板橋区立なりますが、岡小学校卒業。1995年、板橋区立赤塚第二中学校卒業。1998年、東京都立田柄高等学校外国文化コース卒業。2000年、株式会社テレウェーブに入社。ソリューション事業部をいて、新規営業に従事。個人。 中小企業向けにホームページの制作及び活用のコンサルティングを行い、j a s d a クへの株式上場に貢献。2002年に医療機関向けのサービス強化を目的とした新規事業部に移動。2004年に仙台支店長を経て、2006年に人材開発室を立ち上げ、社内研修制度を確立。各階層別、職種別にスキル向上のための研修を実施。 2008年に退職。2008年、独立企業し、株式会社 RO ジャパンを設立。中小企業から上場企業まで、幅広い業種、職種の人材育成に携わる。2010年には、ネイルサロン事業。2014年には、うなぎ養殖事業と、事業の多角化を図るが、業績悪化。業績悪化に伴い、被災産事業を縮小するが主軸である。 人材育成事業にも影響し会社を休眠。2019年、人材育成、研修事業、組織改革コンサルティング、営業コンサルティングの3つの事業を主軸に再稼働。2016年、株式会社ウィルグループに入社し、新規事業会社として設立した、株式会社ヘルスケアフィットの立ち上げに従事。2018年、株式会社セントメディアに転籍。 新設された RP 事業部の管理者として事業拡大に従事、ありがとうございます。